どうもエルザです。それでは2オツやっていきたいと思います。前回落ちてしまってそのままだったんで、まず回収からいきたいなと思います。多分中盤ぐらいまでは来てると思うんで、回収してしまえばすぐなんじゃないかなと。はあ、はあははあ、ここに戻ってくると、あ、今お宝取りに来ただけになるのか、ルート的には。おいてびっくりしたー。で、オーライは、しかもあれか、時間経過あるか。うちな意外とめんどくさいな。これでこっちあんま進むって感じじゃなかったらちょっと面白いけどね。はあ、はあははあ。入り口の裏から回ってきてるわけね。家来衆のご子息も皆義立様を置いていってしもうた。このような時に光秀様がおられたら。ああ、でこっちにちょっとセーブポイントがあったわけか。来るだけ来とけば楽だったかもね。いいか。さあ、虎走りがどれくらい使いやすいかだよね。よりもっていう感じだね。居合の方がそれよりかダメージ高いし、まだ火力を稼ぐならって感じだね。君にははい、これをあげよう。なんか兜が出てるな。さあ、蔵に送って、なんかごついの来たね。あ、レベルは高かったけどっていう感じか。56なんかいるね。なめかかるとこうなるのよね、こいつね。
しろ、ケチ。ゴロワだね。こっちは47。玉城のこと考えると戻りたいっちゃう。戻りたいけどね。いないか。いそうでいないな。意外とガードしないね。やば。ああ66か。なるほど。だからそういう攻撃してきたのね。よし。よしよしよし。痛い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 。早いな、起き上がるの。やばい、ダメージやばい、ダメージやばい。やばいよ、その強さ。足りねえな。上上がる感じだね。猫すり替えたね。おっと光る石ころを見つめる殿の目のなんとうつろな。まあアムリタにね見せられてるんだね。正面が64は無事なにやられた。わからなくもない。いやー、すねこすりさんありがとうございます。すねこすり強いね。しくったね。強いね、やっぱね。いやーにしても城もすごいことになってるね。落ちたら
終わりだね。いやでもムジナのアイテムは欲しかったな。あそこやばいね。ってなるとこっちは、降りる妖怪いるね。やばそうやね。で、さあ切り落とすと、あーここにたどり着かずね。結構有効かなと思ったけど、あー体重抜けなだけでそんな有効ではないね。おーいた、あ帰れ帰れ。物が手に入ったと。でここは、あ結果戻ってきたって感じか。59、いや結構高レベル。あどっちかっていうと落下しか。はい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 、あーそこね。これ届きすぎじゃねえか。最初に行けるだろうから倒しといて、結構強いね。うん強い強い。で一気に叩くのもありっちゃありかもね。いや、いい加減回ってこんかな。そう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 。強いね。落ちてきた。
まあ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 、倒した後にアイテム落としてくれたから大丈夫やね。これでこのアイテムは回収で、こっちが乗れたってわけね。さあ何くれる。弓兵倒して、こだまちゃんね。さあ帰れ帰れ。まあそっか、こだまちゃんが欲しければっていう感じか。300まだいかないからね、ダメージね。一発きついのよ当てるの。いやよしよし、こんなもんか。でまた妖怪がいると、ドクロか。いけ。いる瞬間に君攻撃してくるもんね。やばい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 、攻撃範囲やばい。いや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 、強すぎ。いやーマジか、今どの段階だ。116だよね。そはや、朱鎧。一緒か。ロック解除しておいて。まあ、そうだね、それなりに。強いのが揃ってきつつはあるけど、70。そうか、そろそろソハヤ系をやめるか。悩みどこやね。11か、だいぶ差があるんだよな。まあ大立ちはねそれなりに強いんで、それなりにって感じか。揃ってる方は揃ってるって感じだね。待ちかめてますな。さらにいたね。あれちょっと去ってもらいたいね。
っぱ来ないか。来ないってなると落ち込むしかないんだよな。あ、でこっちはない。はあ、左右とも屍食いがこの辺りいるってことか。始末して。ああ、裏から回ってこないとダメか。はい。さあ、太一と行きますか。意外といなかったね。53、66で出んのか。にやられてるね。ちなみに だいぶ強いに出てたんだね。なもんかな。よしよしよし。で、こうで。
いはいはい。よし、これでちょっとダメージがね、稼げるんじゃないかな。義時様、城などいくらでも落としてみせましょう。霊石の力に頼らずとも私の力をお使いくだされば。稲葉山の城取り、半兵衛なりの忠義心だったんじゃがね。まあ心の誠なく興奮してくなく伝わらんもんじゃ。強いね。どういうことだ。ああ、小闇の中だからか。いいな。いない、特にない。こけしがいっぱい。できるようにはなるけど、倒さないとねっていう感じだね。さあ、ここのボスは？嫌な予感がしますな。だよね。ろくろ多すぎ。ああ、これ弓ちゃんと持っとかないとね。やばいね。ないね。そうだ、さらに置くか。やべえな、強いってか強すぎるぞ。上か下か。あ、来なさすぎるのもちょっと怖いけどね。上は抜ける。上抜けるのか。まだ下だね、あとはね。あ、やめとこ。さっき降りて、こっちだね。ただそろそろボスか、もしかして。延期か。変わらないってことは違うってことだね。音楽変わらないか。大体あれだもんね、ボス戦っぽい音楽流れるもんね。さあ、囚われの身が。
いきなり出てきたね。畳の中で若干強靭性はないからうまいこと立ち回れば。これで5万溜まってるね。これはいかん、これは失うわけにいかん。さあ拝む。さあ57000。コストが足りない。気象度が高いのは、今度は解体したいんで、牽制はダメ。牽制は。売れるんだね、一応ね。はあ、ちなみに、あ、お金も取られると。お金見てなかったな。まあ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 、まあね、シーンしか行くときはあげないからね。まあ上位だね。いや、いい感じだったね。これで OK。あとは、まあいいか、こんなもんで。いきますか。
技の一刀、ああ乗せれるってやつだね。単純にこれが欲しいね、芯が欲しいね。さあ上行きますか。やられてしまってるね。52か、多分ね。60ぐらいが欲しいんだよね、やるんだったら。するんだけどね。やっぱいたね。それじゃないでしょう。弓使っていくとだいぶ倒しやすくね。特にロクロ相手はそれぐらいしないとちょっと手こずるところじゃないね。あれはね、3000。ああ、ボスですな。あら、こっち何もなし。ってことは、ここで終わりってことは、こだまちゃんはどっかで取り壊したか。
こうか。取りこぼす、まあ取りこぼし仕方ないか。それ声音はするんだけどね。それとも外から回る感じかな、もしかしたら。行きますか。2万3000はちょっともったいないが。どこか。そこだよ、そこ。そこに行きたいんだよね。まあ、隠しだろうな、あの感じは。だろうな、隠しだろうな。単純にね、もう一回来るのが面倒くさくて。反対側から出ないと開け。あ、やっぱ外から来るんだってことは。痛んかい。うつけ殿のもとへとする覚悟はできておる。父上、身の回りお気をつけくださいませ。ああ、やっぱ親子だね。心配をしてたんだね。破れそうなところはもうないか。無駄にね、まっすぐ広いっていうのがね、めちゃくちゃ気になってる。さあ行きますか。よしと。やばい。
マムシノって言ってたから親子か、親子というか兄弟だね。場所もね、何か見覚えあるなっていう感じだけど、この力ちょっと返してもらおうか。奪われたっていう方が正しいのかな。はい、いやいいが、ここだけ変えたね。危ない、今ね、確か守りが強いのよね。だと思うんだけど、したけーな。減らないね、攻撃当てないとね。一発、ちょっと、
待って、日本初か。削ればいいかな。大活躍。さあ、何が手に入った？無常刀。おお、まさかのいいの手に入ったね。頭は、おお、兜きたね。あ、そっか、ボスのが一部手に入ったか。それはすごい助かるな。ではちょっと話しようか。ミッション終了。どうしたの？浮かない顔して。おい、
霊石が、ここにあるはずの霊石がどこにもない。さあ、無事にクリア。ゼロなる魔女ということで、陶器城はあるはずの霊石がなくて騒いでるけど、どうでもいいと。崩れ死んだ義達に、この城のひどい有様は霊石を使いすぎたからか。それにあとのことと、私の妻の光は、まあ、なんか関係性あるみたいだね。まあでも、そうか。お、守護霊に一体かつけられるようになりましたと。一体が主、一体は服で、主の主。従来に機能しますと。エルバーンで帰れると。マジか。ああ、でも次の次編だね。飛翔編これで終わりだね。はい、ということで、今回はここまでしたいなと思います。まあ次回は次のところに、そうですね、次の第3章かなに行ってから、やる話は進めていこうかなと思ってますので、ぜひ楽しみにしておいてください。相変わらず肩の一本で行くんだろうな。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。